着バスです。今私は、イスタンブール国際空港にいて、今ねこれからタクシーエアラインのラウンジにを、紹介させていただこうと思います。これからね日本に帰るんですけども、ジャカルタ経由で日本に帰る途中でございます。それでは行きます。自動チェックインなんですね、ラウンジも。すごい。ラウンジ入りました。むちゃくちゃ広いですね。あー、ロッカーまであるんだ。これはいいですね。ホテルのロッカーと同じような感じですね。これはいいですね。ぜひ利用しましょう。いい荷物入れてみました。やり方を理解しました。番号を打って中に入れてみました。番号を、こんな感じで打ってシャープで、こんな感じで開くと、まあシンプルで分かりやすいですね。ホテルのロッカー、ホテルの金庫みたいな感じですね。いや、これはありがたいですね。すごい。携帯の充電コーナーまでありますね。こんなことあります？ではちょっとね、ラウンジ一周してみたいと思います。いやです。そこの先頭はね、シャワールームでしたね。いやー、置いてあるパソコンも全部 iMac で統一されてますね。いやー、すごいな。こんなね、入ったところにはでっかい、すごいでかいモニターまであって、でこちらが飲み物ですね。すごいいろんな種類のものがありますね。私も喉が渇いたんでトマトジュースいただきたいと思います。なんでおそらくお金がかかるようなことはないと思うんですけども、ここはラウンジですかって感じですね。今まで見てきたラウンジにお酒があります。私が今まで見てきたラウンジとはもう全然違いますね。座席数もこれは間違いなく何百人クラスが収容できる感じとなってますね。
広さがえげつないですね。でこちらが料理ですね。目の前で調理してる感じですね。でまたお酒コーナー。本当に広すぎて、いろんなところにいろんなものがあるんですね。でキッズコーナーまであるんですね。これはすごい、すごいですね。子供も退屈しないですね。飛行機の中で遊ぶこともできますね。いやーすごい。一応これで一周っていうか全部回れたんじゃないでしょうか。ここはあれですね、スイーツですね。すごい、お店に並んでるようなケーキがたくさんあります。そしてまたお子さんのコーナー。こんだけ広かったらさすがに1箇所2箇所じゃどうにもならないですよね。いや、こんな広いランチ初めて見ました。どっから撮っていいのか分かんなくなるレベルですね。おはようございます。空港内はちょっと暑い感じですね。やはりあれなんでしょうか、すごい大きい空港なんで冷房の効きがねちょっと悪いのかもしれませんね。にしてもこの大きさはすごいですね。それでね、ちょっと座ってみたいと思います。Wi-Fi はね、この機械で、搭乗機をね、下に読み込ますと、こんな感じで、ちょっと待ってて、寝て、下から紙が出てきます。
これに Wi-Fi のパスワードこんな感じで Wi-Fi のパスワードが書かれたものが出てきます。これで利用するっていう形になります。こちらでね、シャワーとプライベートルームっていうのが提供されてるみたいですね。今ちょっとお願いしてみました。ちょっとどのぐらいで入れるかわかんないんですけども、ちょっと待ちたいと思います。今イスタンブール国際空港のねラウンジに来ました。いやー、シャワー室まですごい綺麗ですね。でタオルとお手洗いが一緒になってる感じですね。シャワー室はこんな感じです。でボトルでねシャンプーとかありますね。あとアメニティ、そしてなぜかのガウン。これ着てどっか行ったりしないんですけどね、行けるのかなちょっとわかんないですけども、さすがにガウンがあるのはちょっとびっくりしましたね。ちょっとここでゆっくりしてねって感じなんですかね。今日深夜のフライトなんですけども、ちょっと夜になるとねシャワー混み合うだろうなと思って先に入りたいと思います。これの中身はねこんな感じで綿棒とヘアバンドとかね、そういうアメニティが入ってるものでしたね。あとシャワーキャップです。シャワー浴びました。やっぱりシャワー浴びれるのは本当に最高ですね。乗り継ぎでここもね7時間ぐらい滞在して、その後12時間ぐらいのフライトなんで、この後ねとてもありがたいですね。はい、今ねラウンジでシャワー浴びて、今空港の中はラウンジ出てね歩いてるんですけども、ラウンジのロッカーにね荷物を預けれるって本当にいいですね。手ぶらでねちょこちょこ買い物行ったり見て回ったりできるのは本当に最高ですね。で、結構ね私の動画で聞いてくる人たまにいるんですけど、このイスタンブール国際空港にはですね喫煙所があります。ですのでタバコ吸われる方はここで吸うことができます。ではね通していただきました。こちら分かります？ベッドルームですよこれ。いやこれすごいですね。どうやら聞いたところ、ビジネスクラスでですね部屋はこんな感じになっておりまして、ビジネスクラスで、乗り換えを利用されている方ということなんで、まあ、私みたいにね JFK から、こちらイスタンブールでジャカルタに行くんですけども、そのトランジットがある方だけに提供しているサービスみたいですね。ビジネスクラスオンリーではないみたいですね。シャワーはビジネスクラスでも利用できるんですけども、こちらの部屋は、トランジット利用されている方だけということでしたね。いやこれすごくないですか。もうホテルですよねこれ。完全な個室でちゃんとベッドがあって布団があると。いやこれはすごいですね。これはウェルカムフルーツなんでしょうか。お水と
リンゴが。リンゴとこれは何ですかね。スモモ？ちょっとわかんないですけどあります。いやこれが利用できるってすごいですね。私もあとここに6時間ぐらい、この空港に6時間ぐらいいなきゃいけないんで、いろいろ作業しなきゃなと思うところなんですけども、これはありがたいですね。ちょっと食事して、パソコン作業でもしたいと思います。一応反対側から撮るとこんな感じです。で、外はというと普通にねゲートになってまして、空港ホテルみたいな、でも空港ホテルとはまた違いますよね。いやこれはすごいですね。でもちろんねトランジットを利用しているビジネスクラスの人はここは無料で使えるということなので、追加費用とかねかかりませんので、ぜひこの空港で乗り継ぐ方限定にはなってしまうんですけど、利用してみてはいかがでしょうか。いやすごくてちょっとびっくりしてます。料理の種類がありすぎて結局これにしました。美味しそうですね。ちょっと何かいいか分かんない。すいません、いつも何か分かんなくて。ちょっとね、トマトジュースいつも通りいただきたいと思います。トマトジュース、いや、コーラのジュースとんでもないですね。広さがとてもすごいのと、あ、美味しいです。うん、目の前にシェフが作ってくれてる料理が美味しくないわけないですよ。それではいただきます。これチキンですかね。目の前で作ってもらってるのに美味しくないわけないですよね。いやこの空港すごいですね。これは豆料理っぽいですね。ヨーグルトを添えるっていうのはシェフの方がどうですかみたいな感じでお願いしてみました。美味しいです。ちょっと混ぜて食べ、今軽く混ぜて食べたんですけど、それが正解なのかどうかは分からないです。とても美味しいですし、本当にこのラウンジ最高ですね。ぜひこのラウンジをまた利用したいと思います。ではね、ラウンジの方出ました。いかがでしたか。今回のラウンジは本当にすごかったですね。私が利用したラウンジの中でもダントツで一番でしたね。まさか、トランジット利用の場合は個室が用意されるということで、ゆっくり休むことできますし、本当に最高のラウンジなんじゃないでしょうか。今回の動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。ツイッターもやってますので、もしよかったらチェックしていただけると幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。